どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って、今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。月末日となった今日、一応下落アノマリーが刺さって、91円安でした。昨日大きく下げていたのと、岸田さんご主義で反発する日かと思ってたんですけれども、まあ、結果は上値の重い一日となっています。そして明日からは明日ともに10月相場ですが、上目線と下目線、非常に難しい状況になってきたんじゃないかなと思っています。そこで今日は、 上昇要因と下落要因の項目を整理してみました明日も上に下にとね大きく動きそうな気配ですのでぜひ最後までご覧くださいそれでは早速10月1日日経225オプション考察始めていきましょうはい本日のメニューですけれどもチャートはいつものようにボリンジャーバンドを見ていますそれからオプション手口先物手口と見て今日の着眼点という形で進めていきます はい。こちらのチャンネルでは、毎日チャートとオプション手口をもとに相場考察をしていくこの動画と、それから週末更新を中心に、オプションの基礎を、まあ、順番に学んでいくような講座形式の動画、この2つのシリーズで更新していきます。ですので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 はい。それでは最初に9月30日相場外境からですけれども、今日の日経平均ね、まあ、序盤、よって直後ぐらいは前日比、まあね、もうほとんどプラマイゼロぐらいのところで推移していて、またまたね、月末下落なのかどうなのか、ギリギリのところでやるのかなと思いきや、その後ちょっとね、下げ幅を広めて、広げてしまって、最終的には29,452円、マイナス91円、マイナス0.31%で終えています。ですので、下落。 アノマリー通りね、下落したという形になってます。まあ、わずかですけどね。で、トピックスが二千三十点一・六、マイナス八点一・三、マイナス零点四パーセント。マザーズが千百二十七点六二、プラス七点一八でプラス零点六四パーセントということで、マザーズだけね。少し踏みとどまっていると踏ん張っている、という感じですね。売買代金、今日も大きく膨らんでいます。東証一部四兆三千九百十四億円、マザーズが千六百二億円ということで。まあ やはりね日経平均入れ替え等々のリバランスでね、今日は出来高が増えている1日なんだなという形になっていますで次に v i x と日経平均 VI ですけれどもえ v i x は少し下げてきて21.68それから日経平均 VI も、まあ、今日は91円安だったんですけれどもマイナス1.00、まあ、結構下げてきましたで21.40ということになっています はい。それではここからは日経平均冷やしのチャートを見ていきたいと思います。 えー、今日はここですね。残念ながらこの赤い25日移動平均線 25MA をわずかに割り込んでます。今日の 25MA が29,474円。で、そこに対して今日の終わり値が29,452円ということでね、22円 25MA を下回ったということで、ちょっとね、ここを残念ながら下髭でね、その上まで行ってくれればよかったんですけれども、終わり値でわずかに割ってきたので、まあね、ここです。明日、 止まるかどうかですよね。まあ一応今日のナイトセッションでは少しね、あの、夕方上昇したんですけど、その後ヨーロッパも少し垂れてきて、 まあやっぱりね、ここの,こうあの先物ベースでいくと、もう25日線の攻防にまたなってきているということなので、明日ここをまずね、死守できるかどうか、ここ割ると、ちょっと実はね、冷やしベースはもう、200日も75日も、あとこれ50日表示してないんですけど、50日もね、かなり接近してきていて、3つの中長期線がね、もうほぼ同じ位置に来ているので、25日線から少しね、距離があるんですよね。で、まあ、28,600円から28,650円 ぐらいに今あるのでまあそういう意味ではね2万9000円割れという位置にまだいるのでもう少しここね上がってこないと次の節目がねかなり今の位置からは本当にね700800円したっていうことになるのでちょっとねここで止まらなかった時は注意をしたいなとそれから止まらなかった場合はねその上にもう1個2つ目の窓 この窓埋めがねまだまだ窓埋めを仕切ってないところでこう25日点でなんとか踏ん張ってるんですけれどももう一段下げた時はこのえっとブルーのね薄いブルーの線29,150円のポイントなのでここで下げ止まるかどうかですね窓を埋めて反発かまあこれ前の先週の動画今週の動画でもねあのお話をしてましたけれど絶対どっかのタイミングでねこの大きな窓っていうのは埋めに 行くはずなのでまあちょっとね思ったよりも早く25日に来て埋めに来てるんですけれどもまだねギリギリ埋まっていない100円200円埋まっていないここを埋めに来るのかどうかもし埋めに来た場合はねここで埋めた後にねきちっと反発していかないともう次のねあの200日までほとんど節目がないのでそこは注意をしたいなと思っています。 はい。次にボリンジャーバンドですけれども、ボリンジャーバンドも先ほどお話をしたように25日線をわずかに割ったということで、まあこのボリンジャーバンドね、25日で設定しているので、当然ゼロラインが25日移動平均線と同じということになっていて、ですのでちょうどミドルラインまで来て、まあわずかに割ってるということですから、こっからもう一回反発して、プラス1シグマとゼロラインの間でね、まずは少し日柄を こう、もにょもにょとね、できるかどうか。まだ少しずつね、これ上がってきますから、えっと、ゼロラインって。なので、少しずつ上昇しながら、なんとかね、25日線を割り込まないような形で推移できるかどうか。逆に割り込むと、28,400円とか、まあ、この後28,500円ぐらいまでのところにマイナス1シグマがありますから、まだね、こっから1000円ぐらい、ここ1000円ずつ幅、あの、結構バンドまだね、広いですから、 ボリンジャーバンドとしても次のマイナス1シグマまで1000円あるということなので移動平均線でさっきの200日も700円800円ありましたから節目がね結構離れてるんですよねなのでこの25日線で止まるかどうかが割と重要な視点かなと思っていますでなんとかね25日線のところで少しこう横横になってるうちにバンドが少し縮まってくるというようなところをね期待していきたいなというふうに思います はい、ここからはオプション手口を見ていきたいと思います。今日は9月30日で、いよいよ S q まであと1週間ということになりましたから、もうトレードできる日で行くと、10月1日と、それから4、5、6、7、だからもうあと5日ですね。5日間しかトレードできないというところでも、えっと、10月切りに関してはタイムディケイですね。1日ごとにセーターが減って、 どどどどん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 プレミアムが、ね、剥げていきますから、まあ、ここからの10月ぎりの買い戦略っていうのが、ね、非常にもう本当に短期間で反発するもしくは下落するっていう方向を、ね、きちっと取れるような形かもしくはしっかりとね売りと買いで スプレッドを作らないと、あの、中途半端にね、あの、コール買いプット買いで臨むと、まあ、全然ね、あの、思惑通り株価が動いても、全然プレミアムが上がらないので、買い戦略っていうのはね、ここからは注意をしてください。むしろね、11月切りで買い戦略は考えた方がいいような気がします。で、えっ、ー、と、まずね、海外税コールの方ですけれども、 えっと、今日は3万円のコールを225枚、まあ。昨日400枚売ってるんですけれども、今日はまたね、買い乗せをしてきた形で、また1039枚ということで、えっと、ピンクにね、1000枚以上になったので、上昇側に色が塗られています。で、その上、コール3万500、今日はね、45枚買い戻しなんですけど、まあんま動いてない。で、3万250の方は逆に、えっと、買い長だったんですけれども、今日はね、302枚、えー、売り決済をして184枚まで減ってきてるということになってます。 で、一方で、プットの方を見ると、まあ、<coughs> プットね、29,500のところを230枚、こちらは、えっと、また買い戻しをした形になっていて、また残高。まあ、ここはね、開示されてないとこなんですけれど、あんまりねあの、今週売ってきた分を買い戻ししたみたいな格好になってますと。 でその下、2万9500よりも下のところは、少しねまたプット売りを積んできているので、ま,あ、ますますね、なんかこう下にも行かないよねと、じりじりと、ね、株価は下げてきた流れの中でも、全然プット買いが進まない、むしろプット売りがね少しファーのところには積まれていて、今日も2万8750を213枚、それからプット2万9000円を168枚、いずれもね売り乗せをしているような形になっているので、まあ、2 9000円よりも下をね、ガン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 掘っていくよう なので、ちょっとね、残高だけで見ると、プットの方は、まあ、そんなにね、買いが少しあるにしても、下を見た買いにはなっていない。で、コールの方は3万円にね、これ、こう、1000枚累計あって、まあ、ここはね、 えっと、ゴールドマンがこう結構この後お話しますけど、買ってるポジションでもあるので、まあ、3万円よりも、ね、上っていうところで、まあ、コール買いが少しあるんですけれど、3万500円よりも上になってくると、途端に、ね、コール売りが多くなってくると、まあ、ちょっとこの、えっと、水木とね、トレードあー、開示エリアから外れてしまってるので、ちょっとここがね、直近2日間どうなったかっていうのがわからないんですが、 3万円にはね強いコール買いの1000枚の買い長があるんですけどその上がね全然買いが積まれていなくむしろ少し売りの方が多いぐらいなので3万円を超えてもねその上を目指してるような今ポジションにも見えないということなのでまあ一旦ね S q に向けて3万円 にタッチをして3万円の攻防っていうストーリーはまだこの改ざんから見るとありそうなんですけれどもじゃあ3万500円を抜けてずっと上昇するかっていうとそんなポジションには見えないというのが現状だと思いますはい次にゴールドマンですけれどもゴールドマンは今日はねあんまり えっと動いてないですね。えっと、コールの方はわずかにえっと売ってきていて、プットの方はわずかに買ってきてる。まあ、ATM の方はね、10枚とか20枚売ってきてるんですけれども、ち、え、ょっと下の方は買ってきてるという流れですが、まあ、枚数ほとんど出てないので、体制に変化はないということになっています。なので、まずね、ゴールドマンは、このコール3万円のところを1039枚買っていると。なので、他がね、結構、他の 海外勢ののところがね、あの売り買い工作しているので、なんだかんだね、このゴールドマンが1000枚買ってるのが海外勢の手口みたいになってますけれども3万円のコールをそこそこ買っているというのとまあでもその上ですね3万250のコールを、えっと、引き続き1200枚売ったまんまということなのでまあ でどちらかというとこっちの方が枚数多いんですけど、まあプレミアムを考慮するともうほぼほぼ1対1みたいな感じなので、強い上を見てるわけではない。ただ、3万円よりはね、上に行きそうだっていうバランスにはなってるんですよね。で、3万250を上に抜けた場合も少しまだコール買いをここね、決済してなければ持ってる形なので、この形で行くと3万円よりも上に行けば行くほどね、まあ3万1200円ぐらいまでだったら全然、 いいので、まあ、ゴールドマンとしては上に行ってくれる分には構わないで、下に行った場合はほとんどね。手当てしてなくって。 まあ唯一2万9000円のプットを今日も200枚買ってきて、先週もね200枚買っていたので、まあ一応分かってる範囲では400枚の買いがあるということで、まあちょっとね、今から2万9500、600円の ATM から、もう一段下に行った時のヘッジ買いかなという気はするんですけれども、それ以外のところね、プット買いがほとんど積まれていないので、まあそういう意味ではなんか下を掘りに来てるわけでもなく、なので、ゴールドマンとしては引き続きね、3万円よりも上に、 というところで、S q に向けて、ここから500円ぐらいの上昇っていうシナリオをね、一つ見ておかないといけないかなという気はします。はい、次にアムロですけれども、アムロはゴールドマンと真逆ですね。日に日に、あの、コール売りのね、プット買いはほんのわずか、でも大量のコール売りというか、えっと、3万円よりも下っていうポジションがね、まあ、かなり強く入っていて、で、今日はその3万円のね、上と下のコールをまた、 結構な数売ってきたよということになっています3250のコールを431枚こちらは売り決済をして累計が1200枚の買い長になっている そそれからのの上、3万500 825今日ね枚売ってきてきます。え昨日474枚売って、まあ、火曜日に買った分をね全決済してきた形だったんですけれどもえ今日さらに825枚売ったということで今週1089枚の売りのせこれで3000枚以上の売りになっているのでもうね3500円よりも 下3万500円よりもね上がらないという大量のコール売りが積まれていてさらに3万円にも5000万円の売りが今入ってるんですよねなのでべらぼうにコールを売ってるという形になってますで一方プットの方も3万円のところはこれはねベアンセになってますからえプット買いが1345枚あってまあここはね えっと、昨日う、きとトレードエリア、開示されてませんので、何とも言えないんですが、えっと、まあまあ、3万円よりも、ね、下で、えっと、2万9500円ぐらいまでの間のプット買いは、まあ、そこそこ計算すると、2000枚近い買いが入っているということになっています。でまあ、今日もねあの ATM のところをちょっと買い戻し決済して、その下を売り決済したりしてるんですけど、まあもうこれは SQ までね、日が迫ってきたので、反対売買をして、プットの方はね、これどっちも買いも売りも逆と考えればね、ただ決済してきただけということなので、相変わらず、えっと、大きなプット買いが入ってるわけではないんですが、それでもね、3万円よりも下のところ、ここにそこそこのプット買いがあるので、もう完全にね、3万円よりも上には行かないというポジションにしてきているのがアムロということになります。 はい、最後先物です。日経平均はマイナス0.31%、トピックスがマイナス0.40%だったんですが、えー、ラージプラスミニの日経平均型はなんとなんと15枚の売り越しということで、まあ、昨日1万3000枚ね、その前6700売ってきた、この2日間から見ればね、まあ、売り買いがきっ抗してほとんどゼロだったってのが今日になります。なので、ちょっと っとねえっと、今週月火水の動きと今日のね先物の,の動きは変わってきたというふうに見た方がいいかもしれませんでトピックスの方は2723枚の売り越しということで、えー、合算するとね2738枚の売り越しということになっていますなので今週は4日間先物が売り越しまあちょっと先物の,の売りが収まってきたので現物買いの先物売りというまあ最低改ざんの積み上がりのペースがねちょっと落ち着いたんじゃないかなと いう気がしますで個別で見るとまあ今日買ったのはゴールドマンがね1948ということで昨日に引き続いてえ買い戻しを進めてきているんですよねでゴールドマンは、えー、SQ オプションの手口は3万円前後3万円よりも上だったらなお良しという形なのでこっから買い戻して500円ぐらいね来週上に持っていくという動きにするのかどうかちょっと昨日から買い戻しを始めているので注意をした方がいいかなというふうに思っています。 はい、それではここからは今日の着眼点ですけれども今日は日経平均ね下目線上目線まあ下落要因と上昇要因について、まあ、ちょっとね整理をしてみましょうという、まあ、軽い今日はテーマでいきたいと思います。 で、冷やしチャートはね、そうは言っても日経平均かなり瀬戸際です。まあ、あの、チャートのとこでお話をしたように、25日線を割り込んでくると結構ね、節目なくなるので、あの、移動平均線ベースって話ですけど、まあちょっとね、あの、心配な形になりますよということと、まああとは海外要因ではあるんですけれども、あの、アメリカのね、債務上限問題、これが9月30日が期限ですから、まあ、今日ね、現状、 日本の夜は、えっと、アメリカの朝ですから今日9月の30日の朝をこれからねアメリカは迎えるんですが、まあ、そうすると日本時間ね10時11時みたいなあたりにアメリカの10月1日が迫ってくるんですよねなのでそこまでにどうなってくるかまあおそらく、えっと、会員はもう通過しなかった 会員は通過したんですけど、上院がね、通過しないだろうと言われているので、まあ、そこに対してね、あのもういシナリオは見えてるんですけれども、それに対して株式市場がね、どう反応するか、売り材料にするのかどうか、ここが問題だと思います。で、まずね、上昇要因から、えー、とまとめていきますと、えー、まず、まあ、これはもうシンプルな話ですね。昨日、今日と月末2日間で730円日経平均は下げましたが、まあ、結局ね、今日、月末、 昨日下げた分を全然戻せなかったんですよね今日も91円安ですからなのでまあそういう意味では10月1日 まあ月初になってね、上昇ということで、730円から見たまあ50%からねあ60%ぐらい、つまり300円、400円ぐらいの反発は普通にあってもおかしくないよねっていうのがまあ上昇要因の一つ目、で、次はね、閣僚人事がまあどんどん決まってくる中で、あとは経済対策なんかをね、やっぱりあの支持率上げないといけないですから、ある程度こういうことをねあの言ってこないとま、あまあ岸田さんはね、われわれトレーダーには厳しいっていうふうになっちゃってます から、まあ、何かね、ちょっと経済対策をして。 えっと、選挙に臨まないといけないので、まあ、そういったものが出てくるんじゃないのという期待で上がると。で、そもそもね、ご襲撃上げないけど大丈夫かっていう話ですね。で、あとは、さっきチャートのところでお話をした25日戦できっちりと反発するんじゃないのっていうことですよね。上昇要因として捉える場合は。で、あとね、空売り比率がね、すごく高いので、まあ、ここまで高くなってくると、またショートカバーが入るんじゃないでしょうか。このあたりがね、上昇要因、ちょっとまあ、弱いなという気はするんですけれども、 ま、上昇要因ってこれあの短期の話ですからね。明日とか来週の前半ぐらいの上昇要因として今考えてますよっていうふうに捉えていただけるとと思います。で、日経平均の足のチャートもう一回ね、しっかり見ておきたいんですが、えっとまあ、ここでね、25MA での反発というところで、まあ、ここですよね。昨日と今日、ギリギリ 25MA で、まあ反発はしてるんですけれど、今日はね、あの、 チャートの時でお話をしたように、わずか22円、これも実際割り込んでるので、まあ、ここからね、ずるっと行くと、もう全然話にならないけれども、まあ、なんとかね、ここで反発して、また少しね、上に行くんじゃないの、これが25日戦での反発と、まあちょっとね、苦しい気もしますが。でもう一つ、空売り比率ですね、なんと今日46.4%まで上がってきてます。で、まあ今今日というか、あの短期はね、ね、下下落トレンド、上値を切り下げて,、ね短期って 下落トレンドに来てますから、まあ、そういう中で40%を超える日がね、こう続いたといえ、あのショートカバーが入ってね、一気に上昇するとは言えないんですが、ただね、46.4%っていうのはなかなかの数字になってきたと思うので、まあ、いよいよ明日300円、400円ね、この辺ショートカバーで上がっても、まあ、そんなにおかしくないよねと、もうずっと下げてますからね。というところで、まあ、この辺りで少しね、焼かれる要因があるんじゃないか。 ま、これが上昇の一つのね。 ととといいううことになろうかと思いますじゃあ次に下落要因の方を見ていきたいんですがまずチャート的にはねまたまた下離れ日本黒が出てきて結構連発してますよとでさっきほどお話をしました上ね切り下げラインが機能してしまうで第二の窓を埋めてしまう、まあ、この辺ねさっきチャートのところでお話をしましたで岸田さんの政策がね、まあ、海外の投資家とかにはねあんまりまあ刺さらないというかまだこれ買う要因にはまだなってないのでこっからさっき言った経済対策みたいなことが出てきて でね、一気に買われるかどうか、まあ、今のところこのままだったらねあのやっぱりご祝儀がないというのを見ても分かるようにあんまりね買われてないんですよねなので逆に下落要因になりかねないで先ほどお話をした債務上限問題ですねアメリカのえ上院で多分通過はしませんでこれを受けて、まあ、想定以上にね売り材料視されてしまうということが起こればまたね大きくアメリカが下がってくるということになります で、もう一つ、まあもうね、だんだんおまけみたいになってきてますけれども、ヒンデンブルグオーメンがね、これ昨日転倒してたんですね。私昨日ちょっと、あの、いつもね、ほぼほぼ毎日見てるんですけど、昨日はちょっともう月末下落アノマリーの資料作ってて、これ見てなかったんですけれど、実は昨日転倒していますということになっています。なのでまたね、あの、ヒンデンブルグの場合は、えっと、これついたからすぐ下げるとは限らなくって、まあ結構遅行指標なんでね、こっから2週間以内に大きな下落があるかもね、みたいな、 ままあまあ水星逆行と同じような感じなので、まあ、どこまで信じるかという部分もありますが水、まあ、星逆行とかもねあのそろそろあのアップを始めてますから、まあ、その辺も含めてちょっとね下落として心配なところになってきています。 はい。で、もう一度ね、チャートを見ましょうということなんですが、こちら日経平均の冷やしです。さっきのチャートです。で、この丸にしたところ、実はね、下離れ日本黒なんですね。下離れ日本黒,日本黒っていうのは、名前の通り、窓を開けて下落をした後ね、2日間、陰線が続いたこと。 まあちょっとここはね、窓ちっちゃいんですけど、これっていうのは、その後ね、もう一段の下げを示唆するサインと言われていて、この6月のね、大きな下旬も、下離れ日本黒の後に、窓を開けてね、ーンと下げて、でも一日で戻ってきたんですね。で、次、ここも、2つ窓を開けている状態ですが、ここも下離れ日本黒になって、もう一段下げがあって、一日で戻すんだけれども、戻しが弱くて、もう一回下げてくると。 で、さらに、えっと、これは8月の中旬ですね。まあ、だからこの辺ね、アメリカの S 級州で毎週下げてるところですよね。なんですけれども、ここも実はね、ちょっと窓を開けて、下離れ日本黒の後、もう一回ね、一回戻すところが嫌らしいんですけれども、ストンストンと下げて、で、そこからはね、もう大きなあの上昇につながっていくんですけれども、ここも下離れ日本黒の後はね、下げてますと。で、直近ですよね、9月のこの、 先,週先々週かなにつけた日本黒は、その後大きく反発したんですよね。これがまさに、えっと、連休の、の先週のところですよね。21、22、で、23日休みを置いて、24日、ボンと上がったというところで、まあ、ここが下離れ日本黒つけたんだけど、もう一段下がらずにね、反発上昇したと。で、1、2、3と、またここがね、なんかアイランドリバーサル的な、まあ、3つですけどね。<laughs> の後また窓を開けて昨日、今日と 2つの陰線が続いたので、またまたね、下離れ、日本黒になったということなので、そうすると、このあたりのね、動きを見ても、まあ、あの逆田後法的にもね、一旦もう一段、ちょっと下がってから戻るみたいな動きに、まあ、なるかもしれないというところで、直近ね、もう一段下げにはちょっと注意をしないといけない形になってきた。 まあただね、前回もここは騙しというか、ま、ぐんと反発したので、あの、上昇要因のところでね、月末アノマリーで730円も下げてるわけですから、この辺ぐらいまでね、5日移動平均線ぐらいまでは戻ってもおかしくないんじゃないっていうところもあって、下離れ日本黒が機能するかどうかっていうのはね、ちょっと難しい判断かなという気がします。で、ここは、えっとね、いつも、ま、先週ぐらいからやってる、なかなか当たらない私のね、えっと、シナリオのところの、ま、あの、足がどんどんね、進んでいくので、 答え合わせをしつつ、まあ、今までの、ね、話の流れを総合しながら、この緑のね、もう選挙、総裁選、このね、29日終わりましたから、今度はもう次の緑のところっていうのは、これが SQ なんですよね。だから SQ に向けて、どういうシナリオになっていくかというところで、まずオレンジのシナリオで進んできていて、今日ここなんですね。で、一旦25日戦で下げ止まった形になってます。ですから、この白いラインっていうのはね、一応もう外れた。 流れになっていて、まあ、この上の方に行く流れっていうのは、もう引き続きね、ずっと高いところで、レンジで、なんとかね、3万円よりも上でっていう流れ、ここが厳しくなってきたので、白くしています。で、現状はここですね、一旦25日線で止まりました。で、25日線は、明日からは、えっとまあ、株価がね、 あのそんなににに大きくく上ももも下下動かかななければば、えっと、う横ばいから少し下落し落てくるんですよねなので、まあ、この25日線の上をキープできた場合はこの緑の線になるとただし上値を切り下げてきているこの黄色のねこのレジスタンスライン、まあ、いわゆるトレンドラインの上値切り下げのところまで反発するんだけれども、まあ、これをねもう一段抜けていければ最初に想定した高いところつまり3万4500円ぐらいの SQ に向けた動きに行け てるんだろうと思うんです。けれどもまあ、一旦ね。明日反発できたとしても、もう一段ね。上この黄色い上値、ね、切り下げラインを抜けれるかどうか。 でまあ、僕的には、ねまあ、抜けれないんじゃないかなという気もしていて、一旦跳ね返されて、ちょっと、ね、またレンジっぽくモニョモニョするという流れで、でまあ、この辺りに来て、ねこの窓、1個目の窓を埋めた今29,800円というところも一つの節になっているので、ここに来た時にまた、ね、この上、ね、切り下げラインとぶつかるんですよね、だいたいこの角度であれば。なのでそこから一旦上に抜ければ S q が、ね、3万円ぐらいになって S q 3万円の工房ですよね。 アムロは下、ゴールドマンは上って見ている、この3万円のところの攻防になる。なので、明日、もしくはね、もう本当に来週の早々に反発して、で、少しこのね、トレンドラインに沿って動くような形になれば3万円。まあ、もうちょっとね、こう抜けていこうかもしれないですけど、3万円の攻防をするためには、やっぱり明日か月曜に、 そこそこ反発しないと当然ね、そのシナリオにはならない。で、逆に明日も少し下げた場合は、ここ窓埋めですよね。29,150円のこのブルーのライン。ここまでまず下がって、窓埋めで止まれば、もう一回ね、この緑のラインに戻れる可能性があると、この下げてきているところまで、リターンムーブのように戻っていけるというところ。で、この窓を埋めてもね、まだ 止まらなかった場合は次これがね紫が200日移動平均線なんで200日にまあ、迎えに行くように下落していって SQ のあたりでぶつかるのでまあ、そうなるともう残念ながら29,000円よりも下のところの SQ 決着になるシナリオですね窓を埋めても止まらなかった場合ただここはあんまりねあの下プット買ってたりする動きが見えないのでここはあんまりないのかなと思っていてなのでもう明日反発して緑のラインで3万円を目 指すか、まあ、ちょっとね、結局、上根を叩かれて、2万9500、600円のところになるかで、もしくは明日下げた場合も同じようなどっちかっていうところなので、まあまあね、明日あの下げても、窓で止まれば2 9500円前後、で明日反発して上に抜けていくような流れになれば、3万円の公募っていうことになるかなと、で、一番強い動きになれば、3万円よりも上のところでね、期待ができる。 まあ、高いところのレンジの動きに戻れるんですけれど、まあ、今のところは、ね、白くしているように個人的にはこの可能性はだいぶ、ね、減ってきているなと。 まあそれを見てアムロは大量にね、この辺りのコールを打ってきているという流れ。まあアムロを信じるかどうかっていうのはね、あなた次第ということになりますけれども、まあ僕自身はね、こんな感じで見ています。はい、まとめです。えー、上昇期待はあくまで月末下げた分のショートカバーじゃないのかなっていうのが一応僕の考えです。えー、上ね、切り下げラインを明確にね、終わり値で上抜けをしたのを確認しないと、そこから上をね、追っていくのは厳しいんだろうなと思っています。ただしこれ抜けてくるとね、 あの大きく動きが変わってくるので、それはもうね、あの岸田さんの政策次第なんじゃないかなと。 で、下落懸念としてはね、もう外部要因で盛りだくさんなので、やっぱり上昇期待よりも下落懸念の方が今はあるのかなと。で、えっ、ー、と、チャートの手口ではね、上値追いは厳しそう。ただし、岸田ミクス、もうね、脳すら入ってないのでね、誰も言ってないと思うんですけれど、まあ、岸田ミクス的なね、政策期待、もう本当にあの支持率取らないといけないですから、まあ、このあたりが出てきたら、あの、もしくはね、大きな、 あの、反発上昇ということもあるので、まあ、ちょっとね、安易にコールを打ったりするとね、偉い目見るかもしれないので、ちょっと、あの、様子を見ながらかなというふうに思っています。はい、ということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンを。そして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。ですので、よろしければチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね